霊夢と、マリサの、暴走族チャンネルこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。さて、前回までは茨城にある京成グループの関東鉄道、龍ヶ崎線と常総線に乗車してきたぜ。で、下館まで来たんだよね。今回は真岡鉄道のあれに乗るんでしょ？そうだぜ。ここからは京成グループの名列車探訪としてではなく、茨城の名列車探訪として、旅を続けるぜ。茨城の京成グループ関連の鉄道は関東鉄道だけなんだね。他には筑波山のケーブルカートロープウェイを持つ筑波観光鉄道ってのがあるんだが、それは別の機会に紹介するぜ。ってことでこれから真岡鉄道真岡線に乗車するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。さあ、これから真岡鉄道に乗車するぜ。いよいよあれに乗るんだね。真岡鉄道は1番線なんだね。JR 水戸線と同じホームなんだね。真岡鉄道は元国鉄だからな。そういうことね。じゃあ乗車整理券を購入するぜ。今から席取れるの？ネットで予約済みだぜ。なるほど。SL 真岡券って言うんだね。それじゃあ我々も SL を撮影しようぜ。そうだね。おーおー、本物だ。真っ黒で重厚なボディだねー。 C12 型の蒸気機関車だぜ。低コストかつ小型軽量な機関車として設計された換算路線向けの機関車だぜ。へえ。C12 型による動態保存運転が行われているのは真岡鉄道だけなんだぜ。他にも SL を運行している鉄道会社はあるけど、所有している方がそれぞれ違うんだね。ちなみに東武鉄道の SL 体重は、真岡鉄道が所有していた C11 型を譲渡したものなんだぜ。おお、気前いいねー。実は近年では利用状況がよろしくなく、SL の維持費用が大きな負担となったため、一台手放したというのが本音のようだぜ。なるほど。席が空いててよかったね。運がいいぜ。出発するぜ。ゆっくり走り出すねー。そして静かだぜ。電車のモーター音、機動車のディーゼルを吹かす音も聞こえないね。遠くから手を振ってくれてるねー。スピードが乗ってきたねー。下館に小馬駅だぜ。この駅は通過するんだね。SL 真岡の種別は快速だぜ。なるほど。森本駅だぜ。ここは停車するぜ。快速が止まるような駅には見えないけど。あ、列車交換か。この汽笛が SL だよねー。これは隅かな？多分な。
樋口駅だぜ。樋口カッター、主のセンスを疑うぜ。この辺煙がすごいねクゲタ駅だぜ。ここから栃木県だぜ。大きい駅舎があるね。町の多目的ホールを兼ねた駅舎だぜ。そういうことね。今のは響き渡ったねー。寺内駅だぜ。申し訳ないけど何もなさそうだね。お、巨大な SL 駅舎だ。真岡駅だぜ。あの建物は SL96 館といって、SL や客車などが展示されているぜ。駅舎じゃなかったんだね。旧式の機動車もあるねー。こっちにもあるねー。出発まで時間あるから少し外から撮影しようぜ。そうだね。禁煙って書いてあるけど、一番煙出してるのは SL やん。それにしても人多いねこれが作られたのが昭和8年ってことかな。この辺のパーツは新しいんだね。メンテナンスの難しさが垣間見えるぜ。引きが複雑だよねー。いかに今の鉄道がシンプルに作られてるかわかるぜ。ガチで石炭使ってるんだねー。お、場所変えた？普通に車窓取っても普通の列車と変わらないことに気づいたぜ。ここなら SL 乗ってる感が出せるだろ。 SL って汽笛以外乗ってる感ないからねー。真岡鉄道の機動車だね。真岡14型機動車だぜ。この形式の14は平成14年に登場したことにちなむようだぜ。模様が鬼滅の刃のあれに似ているね。連結機だぜ。こんなに間近で見られるんだねー。窓が開いたぜ。これなら撮影しやすいねー。少々煙が入ってくるがな。それも SL の醍醐味じゃね。このシュッシュって音、これが SL だよねだぜ。列車交換できる駅だからここでまた待つのかな。お、来た来た。そろそろ出発するから戻るぜ。
すごい蒸気だぜ。最後まで行かないの？時間がないからここで折り返すぜ。他にも行くところがあるんだね。どこも撮影する人でいっぱいだねー。あるねー。モテギまで行ってらさあ、折り返すぜ。列車が来るまで待ちましょう。これが益子駅のロータリーだね。益子は焼き物の町として有名だぜ。益子焼きって聞いたことあるね。この時計台がおしゃれだねー。大きい焼き物があるねー。それじゃあホームで列車が来るのを待ってようぜ。あいよ。列車が来た。残念だが逆方向だぜ。なぬ？全線開通100周年か。ここも歴史が古いぜ。ようやく来たね。これでも丘まで行くぜ。あ、SL96 巻見に行くんだね。さっきは SL からの展望で反対側見えなかったけど、田園の広さ半端ないねー。駅だぜ。さっきは通過したから駅があることに気づかなかったね。再び真岡駅だぜ。こっちは SL の反対側になるね。帰る人でいっぱいだねー。それじゃあ改札出るぜ。この窓は車輪を模してるのかな。おお、でっかいねー。
SL96 巻に入るぜ。グッズがいっぱいあるねー。これも鉄道娘かな？これは栃木テレビのアニメ、マロニエールのキャラクターだぜ。DB 芸人に乗っ取られた番組だね。クリスマスって、今頃投稿するなだぜ。客車の中に入ってみよう。灰皿だぜ。昭和は当たり前に普通車でもタバコが吸えたんだよねー。今じゃ考えられないようになってしまったぜ。今度は機関車だぜ。さっきも見たけどほんと複雑だねー。正面だぜ。外の機関車も見てみよう。これはデボイチだね。それじゃあ、これから昼ご飯を食べるぜ。今回のグルメタイムはもうかかー。で、何を食べるつもりなのさ？宇都宮餃子のミンミンがここもうかにもあるようだぜ。餃子いいねー。これ、ひょっとして関町？どうやらそうらしいぜ。待つの？30分以内であれば待つぜ。もっと待ちそうな気がするけど。店員に聞いたら1時間以上待つというので、餃子は諦めるぜ。いいけど他にあるの？あるぜ。それ気に入ってるな。あるにはあるが、すぐ入れるかどうか。昼時だしね、とりあえず行ってみよう。ココイチ？その先にモスバーガーあるけど？ココイチは早く出てくるから、こっちにするぜ。主カレー好きやもんね。空いててよかったぜ。これで食料難民だけは避けられたね。さあ、何食べるのかな？カツもいいねー。カキフライもあるやん。スタミナ？これは？カキフライカレーに白身フライをトッピングしたようだぜ。美味しそうだねー。福神漬けを入れてっと。ソースをかけるぜ。それじゃあ食べてみよう。うまいねー。で、これなんから？ごからだぜ。結構辛いねー。これぐらいじゃないとカレーとは言えないようだぜ。じゃあ今度は白身と食べてみよう。あっさりしてて美味しいねー。それじゃあ尺の都合でここからカットだぜ。うむ、お腹いっぱいだね。そしたら真岡駅に戻って、下館に向かうぜ。いろんな車両が置いてあるねー。駅舎と SL96 館、両方 SL チックな建物なんだね。真岡駅に着いたぜ。駅構内はそれほど大きくないんだね。列車が来たぜ。これが最後の乗車だね。
発するぜ。それじゃあここいらで真岡鉄道について紹介するぜ。今更って感じもするけど、まあまあ、真岡鉄道株式会社は、栃木県及び茨城県で旧国鉄の特定地方交通線を転換した真岡線を運営する第三セクター鉄道会社だぜ。だからあんなに SL を所有してたんだね。開業は1912年、下館駅から真岡駅間の間接鉄道真岡軽便線として歴史は始まるぜ。実はその前にも水戸線の川島駅より真岡を経て、水郡線の日立醍醐までを結ぶ鉄道路線の計画があったんだが、資金が乏しく夢と消えたようだぜ。あらあら。で、その真岡軽便線は徐々に延伸し、1920年には茂木駅まで延伸、1922年に真岡線に改称したぜ。そこから今が100周年ってことなんだね。そういえば真岡線ってもともとどこまで作ろうとしてたのさ？現在の茨城県常陸大宮市にある長倉宿まで計画していたんだが、太平洋戦争の影響で計画は立ち消えになったぜ。タイミングが悪かったんだね。しかし最近になって茂木駅よりツインリンク茂木まで路線を延長する構想や、宇都宮ライトレールが真岡延伸の検討を行ってるようだぜ。そうなると栃木の県庁所在地へ鉄道で行けることになって便利になるね。で、話を戻すが、戦後の1955年にはディーゼルカーでの運行を開始し、1962年に上野から水戸線を経て茂木駅を直通する、準急つくばねが運行開始。しかし1967年に水戸線が電化されると翌年直通の急行が廃止され、モータリゼーションの影響で1982年には貨物営業が廃止、そして国鉄再建法施行により、1984年に第二次特定地方交通線に指定されてしまうぜ。昔から利用者が少なかったんだね。その後1987年に国鉄分割民営化により JR 東日本真岡線として存続したが、1988年に真岡線を転換し、栃木県と沿線自治体などが出資する第三セクター、真岡鉄道真岡線として再出発するぜ。30年以上も前なんだね。そして真岡鉄道を盛り上げるために真岡線 SL 運行協議会が所有している SL を利用して、1994年に SL 真岡の運行を開始したぜ。で、現在に至るんだね。ただ運行開始当初は転車台がなかったため、上りも手に発下館行き列車の SL は逆向きで客車を牽引したそうだぜ。それ見てみたかったね。そして関東鉄道と上総線真岡鉄道線共通1日自由切符の発売を開始したり、枕木オーナー制度による寄付を募集するなど、存続に向けた取り組みを行っているぜ。最低でもツインリンク茂木までは延長して、鉄道利用者を増やしたいよね。今のところそれしか手立てはなさそうだぜ。水戸線が見えてきたね。もうすぐ下館だぜ。奥には関東鉄道上総線が。下館に到着したぜ。この後どうすんのさ？水戸線で水戸まで行くぜ。久々の JR だね。これで真岡鉄道真岡線の名列車探訪は終了だぜ。いやー、SL 良かったねー。これで電車、機動車、SL と乗車してきたが、鉄道の発達度を肌で感じられるぜ。しかも電車は直流、交流両方ね。そして次回は高規格な路線を持て余してるあの鉄道に乗るぜ。鹿島の交通事情にも触れてきたね。さて、ここまでいかがだったでしょうか。またご縁があれば次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録は不要です。それでは、ご視聴ありがとうございました。